日本語能力試験、懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番男の人と女の人が話しています男の人はこの後何をしますか森さん 僕来週引っ越すんだけど今使ってる冷蔵庫いらなくなるんだそれでもらってくれる人を探してるんだけど誰か知らないうーんちょっと心当たりないなそっか冷蔵庫って確か粗大ゴミとしては出せないんだよねうん法律でいらなくなった冷蔵庫を出すときは手続きをすることになってるよねそっか手続きってどこでするの 市役所に連絡してもいいけど引っ越し会社によっては事前に言っとけば手続きをしてくれて引っ越し当日冷蔵庫の回収もしてくれるって聞いたことあるよえそうなんだその方が簡単だから聞いてみたら来週まで時間もないでしょわかったありがとう男の人はこの後何をしますか 2番。日本語学校で先生が話しています。学生はこの後、スピーチの原稿をどう直しますか先週提出してもらったスピーチの原稿を返します。はじめのところに自己紹介を入れてもらいましたが、皆さんよく書けていました。スピーチの内容もそれぞれとても面白かったです。授業で勉強したように、 難しい言葉には説明をつけて分かりやすくしているのも良かったんですが、皆さん文と文をつなぐ表現がほとんど使われていませんでした。不自然に感じるので今から見直して入れてみましょう。その他の点についてはそれぞれコメントを入れました。全体的な長さは今は考えなくてもいいですよ。 学生はこの後、スピーチの原稿をどう直しますか三番デパートの洋服売り場で、店の人と男の人が話しています。店の人は、ズボンの裾をどのように仕上げますか お客様、そちらのズボン、履いてみていかがですかあ、ちょうどいいです。ただ、ズボンの裾が少し長いので、短くしてもらえますかかしこまりました。では、長さを確認いたします。あの、今これは、裾が内側に折ってあるんですけど、外側に折るようにしてもらえますか売り場に飾ってあったのみたいに。あ、はい。できますか。よかった。で、 売り場にあったのは、折ったところをボタンで止めるようになってましたが、糸で止めてもらいたいんです。ボタンですと、止めたり外したりしやすいので、汚れなどのお手入れがしやすいですよ。うーん、僕には必要ないかな。承知しました。では、そのように。店の人は、ズボンの裾をどのように仕上げますか 四番会社で女の人と男の人が話しています男の人はこの後まず何をしなければなりませんか田中さん新製品の発売に合わせて行うイベントあれやることが確定したから準備始めてくれるはいわかりました今回は社長に挨拶をお願いしてあるから 社長が来られる日じゃないといけないの秘書課に予定を聞いてくれるイベントの候補日を絞らないといけないからはい日にちが決まったら会場を予約しますね参加者は何人ぐらいになるでしょうか100人ぐらいかな営業部が今招待客の名簿を作ってるところなんだけどじゃあ会場を予約するのは名簿ができてからですねうん 男の人はこのあとまず何をしなければなりませんか5番アパートの入り口で男の管理人と女の学生が話しています。女の学生は 明日の朝、まず何をしなければなりませんかあ、凛さん、おはようございます。掲示板にお知らせを貼っておいたんですけど、明日の土曜日、大丈夫ですかえ明日、何かあるんですかすみません、掲示板、ちゃんと読んでなくて。自転車置き場のペンキを塗り直すんですよ。ついでに自転車置き場の掃除もするんです。あ、そうなんですか。すみません。 明日はちょっと時間がなくてああいいえ自転車をアパートの前の駐車場に移動してほしいんです今日はまだ駐車場が使えないから明日の朝7時から10時の間にお願いしますああ一緒にペンキを塗るのかと思っちゃいました <laughs> それはプロに頼んでありますよ明日の朝大丈夫そうですか無理なら私がやっておきますがはい出かける前にできますお願いします 動かしたらすみませんが鍵は私に預けてください自転車はこちらで戻しておきますからわかりました女の学生は明日の朝まず何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。 では始めます一番男の人と女の人がプリンターについて話しています女の人は今使っているプリンターを選んだ理由は何だと言っていますか 中山さん、この間、プリンター買ったって言ってたよね。うちのプリンター、急に壊れちゃって、新しいの買わないといけないんだけど、参考までにどうやって決めたのか、教えてもらえないそうだね。最近のプリンターは、写真をすごくきれいに印刷できるし、インクの容量も大きいし、すごいなって思った。コピーやファックスの機能もついてたりして、便利になってるし。うん。 私が買ったのは印刷スピードが速いっていうのが一番の特徴だったんだけど私は文字を取り込む機能があるのがいいなって思ったんだ文字を取り込むうん紙の書類を電子ファイルとしてパソコンに保存したい時ってあるでしょそんな時に便利なんだいちいち手で打ち直さなくていいしえそうなのすごいね 女の人は今使っているプリンターを選んだ理由は何だと言っていますか。二番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人は。

先月の売り上げ1位でしたねおめでとうございますたまたまだよ部長も喜んでらっしゃいましたよそう企画の時から自由にやらせてもらったからね実はこないだ大学時代の友人と話してたらこの商品のことをすごくいいねって言ってくれたんだよ作ってる側からすると知ってる人からこう言ってもらえるのはどんな言葉より嬉しいよねこれからも頑張らなきゃって思うよ よかったですね次の企画も私たちみんな期待してますわあ,あプレッシャー大きいな男の人は何が一番嬉しいと言っていますか 3番放課後の子どものための教室で男の学生と係の人が話しています係の人はどんな人にボランティアに来てほしいと言っていますか すみませんこちらの教室で夏休みの間のボランティアスタッフを募集してるって聞いたんですがこの教室ってどんなことをするんですかああ小学生の子どもたちが放課後一緒に遊んだり宿題をしたりするんです夏休みは普段より子どもが増えるので募集してるんですがボランティアご希望ですか興味あるんですがこういうボランティアやったことないんです。 大丈夫でしょうか経験はないよりあった方がいいですけどまあ子供って放っておいても自分で遊ぶものですからね遊びを教えたりする必要もないですしそうですかそれより子供の話に耳を傾けてくれる人がいいんです子供って自分の話を聞いてもらえたらそれだけで嬉しいんですよへえ<ー>算数とか国語とか勉強を教えられる人は 他にもスタッフにいますからよかったら一度ぜひ教室に来てみてくださいはいありがとうございます係の人はどんな人にボランティアに来てほしいと言っていますか 4番日本語のクラスで留学生が日本での体験についてスピーチをしています留学生はある店で買い物をした時店員のどんな対応が嫌だったと言っていますか 先日、スニーカーを買いに行きました。店に入るとすぐ、店員さんが声をかけてくれました。それは嬉しかったんですが、その後ずっと離れないんです。商品を見ようとするたび、丁寧な言葉で説明してくれましたが、近くにいられると気になって、ゆっくり見られませんでした。私の国では、店員は挨拶はしますが、客が質問した時しか近くには来ないんです。 ただ私の国の場合高い商品を勧められることが多いんですがこの店ではそんなことはありませんでした留学生はある店で買い物をした時店員のどんな対応が嫌だったと言っていますか 5番図書館で女の人と男の人が話しています男の人は図書館へ来る人を増やすためにまずどんなことをしたらいいと言っていますか ここ数年うちの図書館を利用する人が減ってきてるんですがそうだね少し前に子供向けに絵本の読み聞かせの会とか図書館ツアーとかやってみたら効果があったよねこれから対象を子供以外にも広げていったらどうかな大人向けのイベントなら今までもやってましたよねうーんただこれまでは昼間しかやってなかったでしょう今度は夜の時間にもやってみるとか これならすぐにできるしそうです、ねうんとにかくやってみようあと将来的には学習スペースの設備を充実させたり設備うん机や椅子をいいものに変えて快適にしたりパソコンを使う人も多くなってるからコンセントを増やしたりなるほどもしそうなったら積極的に宣伝したいですねそうだね 男の人は図書館へ来る人を増やすためにまずどんなことをしたらいいと言っていますかここでちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いい。てくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます 1番。就職セミナーである航空会社の社員が話しています。私は飛行機の乗務員をしています。機内でお客様が快適で安全に過ごせるように様々な仕事をします。この仕事は飛行機でいろいろな場所に行けて魅力的だと思われているようで、就職を希望する学生さんが多いのも事実です。ただ、 いい面ばかりではありません。お客様の荷物の上げ下ろしのお手伝いや飲み物、食事のサービスなど休む間もないほどです。また何かトラブルが起こればお客様への対応が求められます。外からはそういったことはなかなか見えにくいと思いますが社員は何について話していますか 1, 1この仕事の魅力 2, 2この仕事の大変さ3この仕事に就いた理由4この仕事に必要な体力 2番女の人と男の人が男の人が買った車について話しています最近新しい車を買ったんだってねうんずっと憧れてた車なんだ有名なデザイナーがデザインした車で外見も中も洗練されてて僕にとっては一流ホテルにいるのと同じような感じなんだへえ<ー>ただ買うかどうか最後まで悩む値段だったんだけどね 買ってから驚いたんだけど乗ってて疲れにくいんだ。視界の良さとか操作のしやすさとか運転手の負担を最小限に抑える工夫が効いてて安全運転にもつながるしね。その意味では安い買い物だったと思うよ。男の人は買った車についてどう言っていますか1 値段も安かったし、いい車で満足だ。2>, 2。値段は高かったが、いい車で満足だ。3。安い車なので、性能に不満がある。4。高級な車だが、性能に不満がある。 3番ラジオで料理研究家が話しています料理を作ったら食べた人に美味しいと言ってほしいとみんな思いますよねところが好みは人それぞれぞその好みを形成するものの一つは子どもの頃から毎日食べていた家庭料理の味です家庭だけでなく学生時代によく通っていた食堂などの 慣れ親しんだ味を美味しいと感じることが多いと言われています。他にも、暑い地域では汗をかいて体温を下げる効果のある辛い料理が好まれるといった。気候によるものなどもあります。料理研究家は何について話していますか。一。美味しい料理を作る工夫。 二、2> 2子ども時代の食事の思い出3家庭料理の味の特徴4味の好みを決める要素四番。 テレビでアナウンサーが作家にインタビューをしています。今日は今話題の作家山田はじめさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。山田さん、最近若い人の読書離れが進んでいると言われていますが、読書っていうのは人生を豊かにしてくれるので若い人には本を読んでもらいたいですね。ただ個人的には一年に何冊本を読んだとか。 そそういういいいいこととととははれほど大切ではないと思まますと言います言私は若い頃好きな本をよく汚れてボロボロになるまで読んでましたが同じ本でも読むたびに違うことを感じて考えが深まっていったのを覚えています最近は仕事や人間関係に役立つからといって実用的な本ばかり宣伝される傾向がありますがそういう本は何回も読んだりしないですからね,ねええ 自分が出会った一冊とじっくり向き合ってほしいですね。作家が言いたいことは何ですか ?1 好きな本を繰り返し読んでほしい 2, 2なるべく多くの本を読んでほしい三。3> 3 すぐに役に立つ本を読んでほしい <4. S 1> 宣伝を参考にして本を選んでほしい5番学校で校長先生が話しています。 受験勉強やスポーツの練習など大きな目標に向かっているとき、目標しか見えなくなっていることがあります。そこに向かう道は辛くても仕方がないと、いやいや取り組んでいたりしませんか目標を持つことはもちろん大事ですが、ちょっと視点を変えてみましょう。学ぶこと、運動すること自体にも喜びがあり、自分の成長につながるはずです。 最終的なゴールは同じでもそこにたどり着くまでにどう取り組むかによって得られるものも変わってくるかもしれません校長先生が伝えたいことはどのようなことですか ?1 目標は自分に合ったものが良い2 目標を持ち続けることが必要だ。3目標に向かうプロセスにも意味がある。4時々目標を見直すことが大事だ。 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1>, 1番。ん会議の資料をこの机の上に置いたはずなのに。1>, 1。え、ないんですか ?2。2> 助かります。ありがとうございます。3。あ、机の上に置いてはいけなかったんですね。 2番森さん勧めてくれたカメラ買いましたよ小型ながらなかなか高性能ですね 1, 1もっと小さいのが良かったんですね 2, 2小さいのにすごいでしょう3小さい方が性能がいいんですか 3番今日の実習のレポート明日出さなきゃいけないなんて1明日までじゃなくてよかったね 2, 2本当もっと時間欲しいよね 3, 3えレポートを出さなくても良くなったの 4番あの佐藤さんこの椅子運んでくださると助かるんですが1運んでいただけるんですか 2, 2> え私運んでませんよ 3, 3あはいどこへ運びましょうか 5番鈴木さん、イベントの準備は順調 ?1, 1では早速準備を始めます 2, 2中止になるなんて残念です3今のところうまくいってます 6番昨日愚痴を言っちゃったけど聞かなかったことにしてくれない 1, ?1 ああ、わかった。忘れるよ。2え、ちゃんと聞いてたよ。3, 3もちろん、いつでも聞くよ。 7番今朝もう少しでいつもの電車に乗り遅れるところだったよ 1, 1そっかでも間に合ったならよかったね 2, 2ああいつものに乗れなかったんだ3え電車が遅れたんだ 8番伊藤さん午後の会議の準備一緒にやることになってたけど僕一人でできないこともないよ 1> 1それなら一緒にややろうかえっ人でやったのじゃあお願いしてもいい 9番藤田さん、スピーチの練習、付き合ってくださってありがとうございました。当日もうまくいくといいんですけど。1うまくいったんだ。頑張った甲斐があったね。2, 2仕方ないよ。そんなにがっかりしないで。3, 3きっと練習の成果を出せると思うよ。 10番サークルの打ち合わせ5番教室でやるって聞いたけど教室は予約してからでないと使えないよ 1> 1予予約約は必要ないんですね先週ししましたせっかく予約したのに使えないんですか 11番森田さん、森田さんの企画書だけど、データなしじゃ検討しようがないよ。1、すみません、すぐ用意します。2、2> あ、検討していただけるんですね。3>, 3、ええ、ご理解ありがとうございます。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番市の体育館の受付で女の人と男の職員が話していますすみません何か軽い体操でも始めたいと思ってるんですがこちらでそういう教室はやってますかはい。 いいろろありますよ。時間や内容のご希望はございますかえっと平日の午前中で運動が苦手な私でも続けられそうな教室がいいんですけど通ってらっしゃる他の方とも親しくなれるような雰囲気のそうですね軽い体操というと火曜9時半からのボール体操これは直径50センチぐらいのゴムボールに座って体操をしますああそれから 水曜10時からの柔軟体操体をゆっくり動かして手足を伸ばしますこちらのクラスは時々参加者の皆さんで交流会をやってるみたいですへえいいですねそれから木曜10時からのリズム運動音楽を流してリズムに合わせた運動をします仲のいいクラスで去年の秋には皆さんで近くにハイキングに出かけてましたよその教室 こないだテレビで紹介ししてましたよね音楽に合わせて体操するの楽しそうでしたけど皆さん汗びっしょりでしたあご覧になったんですねかなり体を動かすのでいい運動になりますよあとは土曜の午前なんですが筋肉トレーニングもあります講師からいろんなトレーニング器具の使い方を教わりながら筋肉を鍛えるクラスです迷いますねでもやっぱり 週末は開けておきたいんですよね。あんまり激しい運動だとできるかどうか自信がないし、教室以外にも仲良くなる機会がある方がいいな。えっと、こちらの教室見学できますか女の人はどの教室を見学したいと言っていますか ?1 ボール体操 2> 2柔軟体操3リズム運動4筋肉トレーニング 2>, 2番大学で 大学祭の係の学生3人が話しています大学祭まであと1ヶ月だね去年の参加者のアンケートでゴミ箱の場所が分かりにくかったっていう声が多かったけど今年どうしたらいいかまだ決めてなかったねあちこちにゴミが捨てられてたよね来場者に配った会場案内のチラシにゴミ箱の場所も書いておいたんだけどチラシの数が足りなかったかな チラシは余ってたよじゃあチラシが見にくかったかなもう少し字を大きくして見やすくしたらどうかなでもお客さんは食べ物や荷物を持って移動するわけだよねチラシまで見ながらって難しいんじゃないそれもそうだねうん去年は会場内に「ゴミ箱はここです」っていう看板も立てたよね設置場所も問題なさそうだったけどうん。 看板の文字も大きくてかなり目立ってたはずなんだけど混んでたからね行列もあちこちにできてたしそれで見えにくかったのかもしれないねそれなら今年はもう少し高さがあるものにしてみようか目につきやすいようにうんなるほどそれがいいねでチラシは今年はどうする見てもらえないなら配るのやめる見る人は見るからあった方がいいと思う去年の 十分見やすくできてたと思うから、あれを使おう。問題解決のために何をすることにしましたか 1, ?1 チラシの文字を大きくする 2, 2配るチラシの数を増やす3 看板の文字を大きくする4看板の高さを高くする3番まず話を聞いてくださいそれから 2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます3番 3> テレビでアナウンサーが 使われなくなった学校の校舎の再活用について話しています。生徒数が減り廃止になった学校、その校舎の一部を有効活用する取り組みが各地で行われています。今日はその中から4つご紹介します。まず、山の中の小さな学校、東小学校は今宿泊施設として活用されています。豊かな自然の中で、 山歩きや川遊びを楽しめます。二つ目の西田市にある西中学校は地域のイベントやコンサート、展覧会などに広く使われています。二階は映画館になっていて昭和時代の雰囲気が残っています。それから海に面した南小学校には手作りのパンやアート作品の店が並んでいます。 自分で作ったものを販売したいという若い人が集まってきています。ええー、四つ目の農村地域にある北中学校は食堂になっています。地元で採れた新鮮な野菜をたくさん使ったメニューが人気です。今映ってた学校で友達が今度作品を発表するんだ。へえ、友達何か作って売ってるのえああ、その学校じゃなくて、 その友達自分で映画を撮っててね、見に行くことになってるんだ。そうなんだ。私は一度でいいから学校に泊まってみたかったんだよね。今度の夏休みに山登りのサークルのみんなで行ってみないえ夜の学校なんて真っ暗で怖そうじゃない美味しいご飯を食べるんだったらいつでも喜んで行くけど。今は学校じゃないんだから大丈夫だよ。 質問1男の人はどの学校に行くつもりだと言っていますか質問2女の人はどの学校に行きたいと言っていますか これで懲戒試験を終わります。<music>